と自分のためになる。では実際にですね、あのフィアレスジャーニーをこれからやっていきたいと思います。で、やるときになんでやるのっていうのが分かんないと、やっていてもただなんとなくやって終わってしまうので、ちょっと解説をします。で、フィアレスジャーニーって呼ばれるワークショップでやることなんですけど、自分たちの現状と自分たちの目標、その今自分たちがこんな状況でこんなゴールに到達したい、そうするとスタートとゴールの間にギャップがあります。で、そのギャップがどのぐらいギャップがあって、そのギャップを埋めるための経路がいくつかあるという状況の時に、その経路はどういう経路があるんだろうというのを、見つけるということをやっていきます。で、今回は自分で新しい経路を作るんではなくて、用意された48の経路を使って自分たちの問題と自分たちが到達したいゴール、目標です、そこを埋めるということをやっていきますっていうのが、今日これから1時間ぐらいやるワークの、狙いというか目標です。で、それを頭に入れてやると、ただなんとなくカードを切るよりは、すごく自分にとって得るものが増えていくはずなので、ぜひそこを意識してみてください。はい、というわけで、このゲームの紹介は、カードさんの資料を使って、今からやっていきます。で、自己紹介をしている間に、ゲームの材料を配りました。で、ちょっと確認をしたいと思います。今皆さんに、1人1部ずつですね、ルールが書いた冊子を配っています。これ1個ありますね。で、テーブルに、1組ずつですね、3点セットを配っています。スタート、今の現状を書くスタートの、パネルと、あとサクセスっていう目標のパネルが1枚ずつあります。で、これとは別にですね、なんだかよくわかんない青い物体があると思うんですけど、これ、中身を出してみてください。意外なものが入ります。ではですね、よくわかんない材料が一応あることが確認できたと思うので、今から実際に説明をしていきます。で、一緒にやっていきます。で、今座っている位置が遠いなと思ったら席替えをしてください。大丈夫ですか？真ん中にやるので、あ、そうですね、プランニングポーカー席替え決めてたカードはもう回収しちゃいます。